はい、ズキです。このチャンネル91端末目の実機レビューはこちら、モトローラのミドルロースペックスマートフォン Moto G8 Plus を開封レビューしていきます。発売日は当初2020年3月16日だったかな。その後3月20日に発売されましたが、まあいろいろと世界情勢的にあったので順次発売的な印象が強いですね。参考価格は 38,800円、私は Amazon で 35,273円で購入しています。昨年発売された全モデル G7 シリーズは右から無印、パワー、プラスと特徴別に3種類発売されていましたが、 G8 シリーズはシンプルにこのプラスのみ発売となっています。それでは早速開封していきましょう。箱の右側面に商品特徴が書かれています。背面4800万画素センサー、フロント2500万画素、広角は117度、そしてアクションカメラ仕様、ステレオスピーカー、ドルビーチューニングとなっています。しっかりね、封もされていて、空張りが分かりにくいですけど、こっちをね選んでるはずなんですが、上っぽいですね、ブルーっぽいですね。ペリペリペリよっ、開封。はい、来ました。上箱には何もありません。はいはいはい、もうねケースに入った状態でね売られてますね。端末は一旦置いといて、内蓋の中には法令安全規制お読みください、クイックスタートガイドですかね。そして SIM ピン、 AC アダプター、 USB Type-C ケーブル、そしてイヤホンと、ケースを含めた同梱物は以上の通りになっています。本体を見ていきましょう。はい、パッケージ同様、商品特徴が書かれたシールが貼られています。シールを剥がすとペリ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 、はい、ペットディスプレイ保護フィルムは貼られていないようです。ケースは結構ね簡単に外れますね。本当に柔らかい TPU 素材のケースです。はい、なかなか綺麗な赤ですね。カラーはコズミックブルーとポイズンベリーの2色展開ですが、私は今回ポイズンベリーをチョイスしました。公式ページではコズミックブルーは取り寄せとなっているようです。本体サイズは 158.35×75.83、 厚み 9.9mm、 重量 188g なんですが、まあ、それほどずっしりは来ないです。ディスプレイサイズは 6.3インチ、アスペクト比 19:9 マックスビジョンディスプレイ、解像度 2280×1080 ドット、フル HD プラス LTPS IPS 液晶ディスプレイです。このモトローラのマークが指紋センサーですかね。そしてカメラは結構物々しい感じですね。4眼5眼に見えますが、クワッドカメラとのことです。側面右側に電源ボタン、ボリュームボタン、そして上部にはイヤホンジャック、マイク穴、正面左側に SIM スロット、開けてみましょう。はい、 1SD2 となっていますのでデュアル SIM 仕様ですが、一方はマイクロ SD カードとの排他的利用となっています。下部にマイク穴、 USB Type-C ポート、そしてスピーカーです。カメラは結構出っ張って見えますね。それでは電源オン。ハロモト。言語選択は日本語。開始。初期設定後、システムアップデートが使用可能になりましたので、ダウンロードしてインストールします。はい、初期設定並びにアップデートが完了しました。モトローラというとね、この緑というイメージが強いんですが、真ん中にモトローラ専用のアプリがあるのでタップしてみます。元へようこそ。モトアクションというやつだと思うんですけども、ここからいろいろな設定ができるようです。モトアクション、クイックキャプチャー、簡易ライト、モトディスプレイ、ピークディスプレイ、親切ディスプレイ、クイックキャプチャーですね。はい、いろいろ設定がここからできますね。挙動については、まあ割とサクサクしてると思います。余計なアプリが入ってないというのもいいと思います。デフォルトのストレージを確認すると、 64GB 中 15.75GB 使用、 25% 使用となっています。
ツイッターの挙動は少しカクつく感じがしますが、まあまあ滑らかにスクロールができると思います。それでは Moto G8 プラス図記的気になる5つのポイントをチェックします。ポイントその1、スナップドラゴン665を搭載したミドルスペックスマホの仕上がり具合は。ポイントその2、レーザーオートフォーカスを搭載したクワッドカメラの性能は。レーザーオートフォーカスというフレーズ、ワードがガジェット心をくすぐります。ポイントその3、モトローラ独自のアクションビデオ技術の威力は。ブレの少ない安定した動画撮影が可能なアクションカムスマホをアピールしていますが、その威力を検証したいと思います。ポイントその4、防水防塵お財布携帯には非対応。いわゆる日本人三種の神器仕様にはなっていないようです。ポイントその5、音にこだわりステレオスピーカーを搭載し FM ラジオにも対応。その他今確認したように SD カードとの排他的利用ながらデュアルシム DSDV に対応しています。残念なポイントもありますが、4万円以下ミドルローレンジの廉価版スマホとしてやはりこちらリノ8の性能比が気になります。ディスプレイをチェックしてみましょう。どちらもディスプレイの輝度は最大にしています。どうでしょうか。文字の大きさは Moto G8 プラスの方が小さく設定されているようなので、ディスプレイサイズはちょっと小さいんですが、表示範囲は大きくなっていますね。それでは Moto G8 プラスの特徴について詳細に見ていきたいと思いますが、まずモトローラについて確認すると、おおよそ100年前の1928年に設立されたいわゆる老舗のメーカーです。携帯電話端末においては一時期シェア1位にもなりましたが、その後紆余曲折を経て2011年にモトローラモビリティとモトローラソリューションズに分社しています。現在携帯端末事業については2014年にレノボの 100% 子会社となったモトローラモビリティが行っています。と歴史のお勉強が終わったところで、そのメーカーが唱える端末のアピールポイントをチェックしていきましょう。トリプルカメラ搭載ということで、このスマホの売りはカメラです。4800万画素メインセンサー、500万画素深度センサー、1600万画素超広角アクションカメラを搭載したトリプルカメラシステムにレーザーオートフォーカスを採用。メインカメラのクワッドピクセルテクノロジーにより低光量での感度が4倍向上するナイトビジョンに対応。レーザーオートフォーカスは光環境によらず高速にフォーカスし、ローライトでも被写体を明るく自然に撮影することができますとのことです。先ほども触れましたが、レンズを見ていくと4眼5眼というイメージがありますが、上から1600万画素の超広角アクションカメラ、そしてメインの4800万画素カメラ、その下が500万画素の深度センサーという構成です。さらにその下にあるのがレーザーオートフォーカスです。4800万画素センサーとレーザーオートフォーカス機能により瞬時に被写体にピントを合わせることができるとありますので、ちょっとやってみたいと思います。写真モードはこのように用意されています。確かにフォーカスが早い気がします。暗闇ではどうでしょうか。早いのかな。気づいたんですけど、カメラの音が消せますね。これは結構大きいですね。最高の動画を撮影、他に類を見ないモトローラの技術により最適な設定で素晴らしいアクションビデオが撮影できます。117度ウルトラワイドビデカムで通常の4倍以上の範囲をフレーム内に収めることができ、動画手ブレ補正機能の向上により常に安定した動画を撮影できます。ちなみに4倍というのは同じアスペクト比における広角78度のメインカメラの測定域と比較した場合だそうです。スマートフォンを縦に持ったまま撮影しても全ての動画を横向きで全画面再生できるようになりました。再びカメラ機能を見てみると、はい、こちら今動画モードになっていますが、縦持ちでも確かに横画面になっていますね。横にすると広角ビデオのためには縦向きでと表示されます。ここから標準ビデオにするといわゆる普通のビデオ撮影モード、ディスプレイをフルに使った横向きモードに切り替わります。アクションカム、広角ビデオは縦向きでということですね。手ブレ補正のオンオフは上のアイコン、ここで行います。
現在がオフの状態です。オン、はい、少しねクロップされてますね。オフ、オン。それでは簡単ですが手ブレ補正ありなしで動画を撮影してきましたのでご覧ください。はい、いかがでしょうか。細部を見ると甘い部分もありますが、ミドルロースペックのスマホとしては素晴らしい手ブレ補正と感じました。このあたりはハイエンドスマートフォンの Xperia 1や5とも比較してみたいところです。ということでまだまだ特徴や機能詳細をチェックしたいんですが、時間が長くなりそうなので次回 Reno8 との徹底比較編で合わせてチェックしていきたいと思います。 Moto G8 Plus のファーストインプレッションとしては、価格の割にしっかりとしたいいスマートフォンだと感じました。ただこのクラスのスマートフォンはこちらReno8が覇権を握っていると言っても過言ないですので、どこまで肉薄するのか検証のしがいがあります。もしかしたら格安カメラスマホ A52020 とReno8の良いところを合わせ持ったスマートフォンの可能性もあります。このあたり TCL プレックス、そしてアクオスセンス3を含めたミドルスペックスマートフォン対決をお楽しみに。チャンネル登録もお願いします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。